とあとこれがややこしいのが各社のキャンペーンですね。キャンペーンがものすごくやっぱりいっぱいありますよね。もう10個ぐらいもう各社ずっとキャンペーンがあります。で、まあさらっといきましょうか。au ですね。au の今、されてるキャンペーンですね。au に変える割プラスですね。au に乗り換えて、かけほとデジラの新料金、加入の方は最大1万円のチャージですね。これカード、WALLET カード。これなんていうのかちょっとわかりませんけど、こう載せておきます。このカード1万円にチャージということですね。それと、LT プランの料金の方はですね、2年間基本料0円。これですね、これもうずっと前からありますよね、基本料0円。これがないとですね、やっぱ au の強みはないですね。ただですね、2014年9月の16日から2014年の11月31日までです。これですね、これをですね、この11月31日までに行くとですね、このキャンペーンのお話をされます。それで11月31日までにしないとですね、この基本料金0円されませんよと言われてきます。びっくりします。これいつも多分言われると思います。このキャンペーンがまた再開するのか分かりませんから、すぐした方がいいですよと言われます。これは嘘でも脅しでも何でもなくてですね、本当の話なんです。でもあるかもしれないって思うわけじゃないですか。そこがやっぱ判断のしどころですよ。勝負師なのか勝負師じゃないのか、そこが分かれてくるところではあります。で、あと家族でスマホお得割ですね。これはまたありますよね。学割とか家族割とか、そういうのの流れのやつですね。家族でですね、家族でこそっと入ると基本料金が0円ということになります。これも2年間0円ですね。で、どっち使うかですよね。電話かけ放題プラン先行キャンペーンというのが7月の1日から始まっております。これはですね、先行キャンペーンということですので、お試しみたいなもんですね。 au とか他社の携帯にスマホや固定電話ですねの通話がですね、24時間かけ放題ということですね。これは2700円です。で、なっておりますですね。それとこれは当たり前なんですけども、テザリングオプション、テザリングがですね、500円が最大2年間ですか、最大2年間無料です。これはですね、ショップによってですね、黙ってるところもあります。これ本当ですよ、本当。私ですね、いつもですね、数社回るんです。そしてそこの中で良かったところに入るんですけども、テザリングオプション、これをですね、黙ってるところも本当にあるんです。こっちが聞かないだけということかもしれませんけども、それと au 通話定額24、これは477円が0円ということですね。これは au 同士がもうただっていうやつですね、無料というやつですね。これはもう今までずっとありますね。大体大事なキャンペーンですね、いくつかありますけど、ざっと読み上げていきますね。 au スマートフォン、 iPhone データ増量キャンペーン、デジラスタートキャンペーン、 au からのデータギフトキャンペーン、au Wi-Fi スポットマルチデバイスサービスキャンペーン、au Wi-Fi スポットキャンペーン、まだまだありますよ。始まるデータシェアキャンペーン、電話基本パックですね、こう留守番電話とか通信、拒否とか、ああいうサービスですね、あれが300円が0円になるということですね。そういう感じでですね、あります。で、ソフトバンクもあります。いきますよ、ソフトバンク、ただで機種変更キャンペーンですね。実質負担金0円、機種代金実質負担金0円ですね。それと10ギガお得キャンペーン、 iPhone 機種変更サポート、これ1万800円ですね、キャッシュバック。大体ですね、みんなどこのこうキャリアもですね、乗り換えの時にですね、違約金をですね、来てもらった方がですね、大体1万円程度のですね、キャッシュバックをドコモする、ドコモしますね。ドコモショップのドコモじゃなくて、ドコモしますね。はい、1万円ぐらいのキャッシュバック、これを言うのは、大体普通に今なっております。残った機種代金無料キャンペーンというのをことばくはしております。それと、スマホデータ増量キャンペーンですね、13ヶ月2ギガバイトをプレゼントということですね。それと、スマホファミリー割ですね、機種変更後使っていた機種をご家族へということです。ご家族の利用料金が月々0円になるということです。スマホビビ割ですね、自宅のインターネットとセットで、これ先ほど言っていたセット割ですね、自宅のネットとセットでパケット定額料最大2年間で1522円割引、月割ですね、毎月割されるそうですね。au と比べると100円ここは高いですね。光ですね、光、いろんな制約はあるでしょうけども、ADSL という話がありましたが、今調べてみると光みたいですね。
ただですね、このキャンペーンの適用中はですね、4G の LTE 定額プログラムとか、スマホファミリー割の定額割引は適用されませんということです。これはちょっと注意をしておかなければいけないところですね。ちょっと先ほど言ったスマホ下取り割ですね。それと Wi-Fi セット割、スマホ代がずっと500円安くなるということですね。これはですね、ポケット Wi-Fi とかモバイルですね、それと一緒に同時に持ったとき500円安くなるというやつですね。それではですね、ドコモの各種キャンペーンの説明に入りたいと思います。先ほど言った iPhone 下取りプログラムですね、4万円。これと U25iPhone 割というのがありましてですね、25歳以下ですね、新規契約、他社からの乗り換えの方ですね、先ほど言った乗り換える時の違約金の代わりみたいなやつですね、まあ、だいたい各社出してるというやつですね、13,368円出ております。それと家族まとめて紹介割というのがあります。家族一緒に購入の方ですね、1台につき18,000円。それとこれはですね、特典2つ目があるんですね、他社からの乗り換え、iモード携帯からのお取り替えと、対応機種代金の一部最大で21,600円、こちらについてですね、ボーナス還元というのがあります。それと iPhone ボーナスパケットキャンペーンというのがあって、毎月1ギガプレゼントですね。いろいろありましたけども、まとめのまとめです。やっぱりですね、ドコモ、au、ソフトバンク横並び に考えるとですね、若干やっぱソフトバンクが少し、いいような気もしますね。私は今度ドコモなんですけども、乗り換えに関してもですね、 au のそのクレジットカードのポイントとかドコモのポイントですよね、それじゃなくてですね、やっぱこう料金から引けるとか、そういう体験にしてもらわないと、やっぱなんかこう嫌ですよね。これしますよって言いながら、実際はポイントとか、そういうのはなんかこうがっくりしますよね。はい、がっくりします。それとですね、通信環境ですね、いろいろこう au も LTE とか、なってますけども、今度からですね、通信環境 iPhone6 これがですね、最新型の高速通信になりますので、基地局ですね、基地局がですね、ちょっと差が出てくるんじゃないかと思っております。私はですね、あんまりこの辺から動かないので、全然気にはならないんですけども、いろんなところに行く方ですね、そういうのはやっぱちょっとしっかり、把握しとった方がいいと思いますね。例えば、au の場合ですね、基地局はかなり増やしております。でソフトバンクも、増やしてるって言ってますけども、若干ですね、やっぱこの辺の田舎ですね、佐賀県の田舎なんですけども、この辺はですね、ソフトバンクちょっとやっぱ若干やっぱ弱いですね。田舎でもいいみたいな感じのコマーシャルしてますけども、やっぱ若干弱いです。以前ですね、 au はスマートバリューとかありますよね、そしてソフトバンクはスマホの BB 割ですね、ありますけども、ドコモはないですよね。ドコモはないです。で、私も以前から言ってるんですけども、総務省の方ですね、ちょっと動き始めたという話を聞いてですね、ちょっと今日調べてみました。するとですね、総務省の方から聞かけて、今度ですね、商標登録がもうドコモから出ましたね。商標はですね、光料金プランということになっている。これは噂ですかね、噂よね、はい、噂です。なっております。これがですね、噂ですけど、2月からです。来年の2月から光の回線と、そしてドコモですね、を使うと最大で、au でしたら1400いくらか、ソフトバンクでは1500いくらかですね、これが、毎月引かれます。今までですね、 NTT はなぜなかったのかというと、これがですね、あまりにも巨大企業すぎてですね、独占禁止法に引っかかるということで、お前はダメだよみたいな感じで言われていました。なんかこう決められてみたみたいな感じですよね。それとあと今後ですね、先ほど言ってたみたいに待機制限ですね、ああいうのがありますけども、かけ放題とかスマホ放題とか、いろいろ各社ありますよね。ああいうのが多分おそらくですね、充実してくると思います。その辺のですね、競争が始まってくると思います。皆さんですね、やっぱりもう通話 LINE とかああいうふうなものでですね、やってはいますけども、もう携帯電話会社もですね、こういう通話料とか、それとか Wi-Fi のその料金ですね、それで稼ぐしかもない、手がないんですよね。もう手立てがないんです。それで稼ぐしか手立てがないんです。ということで、この辺の競争が出てくるんじゃないかと思います。
はい、ということですね。まあいろいろ言ってきましたけども、iPhone6、やっぱ iPhone6 Plus、やっぱりいいですよね。みんな欲しいですよね、これね。で、私がいつも思うのはですね、こういう乗り換えとか、機種変更はちょっと違いますけども、乗り換えの場合はですね、極意があるんです。これはですね、いろんなキャンペーンがあったとしても、ホームページにいろいろ変えてあったとしてもですね、乗り換えの術があるんです。それはですね、自分が乗り換える3ヶ月前に行動を始めるんです。もちろんですね、こういう光回線とか、もちろんまだその時は引いちゃダメですよ。今度ドコモで、このセット割になるやつですねは、その時に同時に加入しなければいけないとかいう噂もありますから、それには気をつけて、例えば私今 au ですよね。私今 au です。で、ドコモに乗り換える場合するとですね、3ヶ月前に近くのドコモショップ、そうですね、3社、最低でも3社を回る。実際に行かないとわからないんです。実際に行ってですね、話を聞いて、そしてわからないことはもう尋ねて、そして向こうも商売ですからね、来てもらおうと思ってですね、やっぱりどんどん出してきます。その話をしっかり聞きます。そして必ずあるのがですね、ドコモの会社のキャンペーンとですよ、ドコモの会社のキャンペーンとそのショップの独自のキャンペーンがあります。このダブルでいくんです。これは結構割引が多いんですよ。やっぱりですね、ドコモも競争してますけども、ドコモ各キャリアもですね競争はしてますけども、この各店舗ショップですね、ショップもですね、周りのショップと競争してるんですよ。ということで、自分たちもキャンペーン、独自のキャンペーンを押し出してくるんです。そういう時期がですね、やっぱり10月とかいろんなこう月々に 2,3 ヶ月ごとですね、こうありますので、それを必ず把握をしているということですね。これが一番の今から先ですね、 iPhone6 Plus が出ようが、 iPhone7 が出ようが、 8 が出ようがですね、これは必ず有効な手立てです。ですので皆さんもですね、日曜日とかに行って見てください。それとですね、あと一つあるのは、ショッピングセンターとかですね、こういうところはですね、高いです。やっぱりちゃんとした店舗を構えたショップに行くのがベストですね。ああいうところはですね、いっぱいこう集まってしてるでしょ。ということは代理店なんです。まあどこでも代理店って言うのかもしれませんけども、自分たちの手数料、あれは取るんですよね。自分たちの手数料は取るんです。その場所代、ショッピングセンターとかのその場所代ですね。それと自分たちの利益分をお客さんにこう上乗せして、これを紹介しますので、はいはいはいとか言われてですね、ショッピングセンターに行くとですね、ちょっとやけどするかもしれません。これは個人的な意見ですので、まあそういうところがあったということですね。はい、皆さんもですね、いろんな情報を得てですね、まあ本当に、買える人はですね、ショップに行って、本当に行った方がいいと思います。それですね、もう長くならないうちに、お別れしたいと思います。また見てくださいね。それとチャンネル登録してくださいね。それとなんかコメントがあればよろしくお願いします。ということで、じゃあね。